在住の加藤めぐみさんですね。その人の影響で音楽ずっとやっております。できるかな。幸せっていう曲やらさせてもらいます。必ず幸せになってほしい。だから君が好きな人を僕も好きになろう。いつでもいつでも幸せであってほしい。だから今はただひたすらに笑ってみせて。コードも覚えてない、やばい。やばい。次やろうとする曲何カップでやろうかっていうのもちょっと覚えてなかった。くしゃくしゃをお送りします。加藤めぐみさんの曲ね。だちょっと待ってよ、人の曲やると本当に難しいね。ため息をついた、ため息をついたら幸せが逃げると、どこかの誰かが言
つや二つつくことなど、どこの誰にだってあることだよね。君が悲しそうだと僕も胸がチクチクすよ。気の利いた言葉を探してみるけど、きっと言葉なんて求めてないよね。君がこうくしゃくしゃにして泣きじゃくる時があれば、僕がそばにいてあげるよ。君が顔をくしゃくしゃにして笑うまで。大丈夫かいなんて聞くつもりはないよ。大丈夫っていうに決まってるから、君の笑う顔が夕焼け空みたいで、夜が来ることが怖く思えた。涙を流すことは弱虫なんかじゃないよ。思い切り涙を流せる人はとても強い人だと思うんだ。だからこうくしゃくしゃにして泣きじゃくる時があっても、恥ずかしいことじゃないよ。男をくしゃくしゃにして泣けばいい。君がこうくしゃくしゃにして泣きじゃくる時があれば、僕がそばにいてあげるよ。君が顔をくしゃくしゃにして笑うまで、くしゃくしゃにして笑うまで、君が顔をくしゃくしゃにして笑うまで。加藤めぐみさんに会う前はもっとすごい、ね、影響を受けておりました。どれやったかな、ね、さっきね高山さんがね、ステージでちょっとおっしゃってたね、滑らないって言ってましたね。それね、まやかしかもしれないですのでね。さっきね、ちょっと見ちゃいました。
あの何だっけ、印刷物を見て、とある印刷物を見まして、これはちょっとやっぱやっとこうと、どうも印刷物を見ると自分のね、心が突き動くものがありまして、やっぱマスターの髪の毛もちょっと思い浮かべちゃいましてね、あと今日ね、朝家出てから真っ先に行ったのがね、すぐ近くのセブンイレブンのお隣さん、まあどこやと言わないけど、ちょっと落としてきました曲をやるために落としてきました。いつもの曲やりますあんまり大きい声で言えないけど、小さい声で言うと聞こえないから大きい声で言いますね。マスター、マスター抜け毛っていう曲やるからね若い頃はあなたに振り回され続けて、爆発した髪の毛を朝のせわしさの中でセットする。時にはそれが金運なれと、あなたを金色にさせてしまったね。世間を気にしてはまた黒色に染めまくっていたもんだ。みるみる年月を重ねるたびに、枯れ草みたいに抜けて抜けて抜けまくる。ああまるで真冬なのさ。さよならまた会う日まで、僕をいっぱい支えてくれた。今は心が曇っても頭に朝日が照らし続けるよ。今は何もない頭で照らす新たな使命、君がいなくなって見つけたよ。君と生きた日々、これからも照らし続けるよ。髪は集められないけど、抜き毛をお送りしました。これね、自分が作った作詞作曲のやつやでね。
この曲はね、もうパクリじゃないからね。そうそう、この曲はね、ちょっと作詞だけちょっと手伝ってもらったんやけどね、曲は完全に自分の曲やでね。 YouTube のご覧の皆さん、今の曲ぜひ覚えてください。いつかどっかでやりますのでいつかどっかで、そちら行った町でやりますので、ぜひ今の曲を覚えてください。今日ね、全くギター練習しとらんかった。そんで最後の曲やろうかなと思ったんやけど、ちょっとそれは気分次第。それでは告知いたします。告知タイムいきますよ。いい？告知タイムいきますよ。身長が159センチ体重が、95キロから80キロ台に減少中